しね。うわうまはい、こんにちは、インドカリーコです。今日はですね、私が大好きな炊き込みご飯をご紹介したいと思います。クミン香るかぼちゃご飯です。もうこれはね、かぼちゃを買ったら絶対作りたくなるんですね。炊飯器一つで作れるんですけど、まあ、この動画を見たら失敗なしでふっくら美味しいご飯が炊けるのでぜひ見てください。じゃあ早速材料紹介ですね。もうかぼちゃをね 250g 程度使います。だいたい4分の1カットぐらいかな。まあもうほんとこれだけで OK です。あとは、まあ、お米ですね、2合分、洗って浸水させておきました。1時間ぐらい浸水したものですね。お水切ってます。あとはバター 10g 分ですね。あとはお塩とクミンだけなので、早速下準備していきましょう。まずかぼちゃはちっちゃく切ります。えいっ、これかぼちゃ切るときに結構あれですね、ちゃんとしっかり声出した方が結構切れます。力だけでやろうと思うと綺麗に切れないんですけど、声を出したタイミングでちゃんと体が連動するんですよね。だから声を出すことは意味があるって私は信じてます。さ、お、や、せ、はい、こんな感じで一口大に切ります。だいたい3センチ角ぐらいですかね。3センチ角なんだけど厚みは1センチ角以下ぐらいにしたいんですよね。これとかちょっと大きかったですね。混ぜるときに崩しながら混ぜるので、そんなにね、厳密に大きな均一に切らなくていいんですよ。大きさ均一に切らなくて OK ですね。切りました。続いて炊飯器ご用意してください。炊飯器ですね、私全然使ってないんですけど、普段お鍋で炊いてるので使わないんですけど、こういう風に炊き込みご飯の時は失敗なさなので炊飯器使っちゃいます。まずお米ですね、洗って浸水させておいたもの2合ですね。 300g 入れます。そしたらここにですね、切ったかぼちゃを入れていきます。ダーニュー、やったー。そしたらですね、お水入れてきます。お水はだいたい2合の線のとこまでですね。これ 360cc のお水なんですけど、線のとこまで入れてきます。そしたらちょっとね、慣らしてあげて、でバターですね、バター 10g 入れてあげて、お塩ですね、お塩は小さじ1杯分入れてきます。小さじ1杯ですね、入れてあげて、クミンシード、クミンシードですね。おー、あいじょ。クミンシードは小さじ2分の1杯ですね。入れていきます。パラパラパラと入れていきます。そしたらですね、もう何でもいいんで、こうちょっと混ぜちゃってください。お塩がね、ムラあると美味しくないんで、お塩とスパイスがまんべんなく行き渡れといった感じで混ぜてあげて、そしたらですね、蓋をしてあげて、通常の炊飯ボタンで OK です。炊飯器じゃなくて普通の白米モードでスタート。いってらっしゃい。これで松の実です。オープンザご飯。いやー、うわー、ほっかほかです。そしてですね、これを少しね、かぼちゃ崩して OK です。こんな感じね、かぼちゃが全体に混ざるような感じで崩しながら混ぜていきます。黄色いご飯になるような感じがベストです。はい、そしたら全体に混ざったなと思ったら盛り付けていきます。はい、そしたらですね、盛り付けていきます。いやー、このご飯大好きなんですよね。かぼちゃあったらね、ついついご飯と炊きたくなっちゃう。しかも色合いもたまんないんですよ。うわー、美味しそう。はい、こんな感じで盛ったらかぼちゃご飯の完成です。仕上げにですね、胡椒をパラリ、これはもうお好みですね。あとはパセリですね、乾燥パセリちょっと振ってあげたら完成です。はい、クミン香るかぼちゃご飯の完成です。いただきます。あー、美味しそう。このね、かぼちゃの崩れてねっとりしてる感じがたまんないんですよ。
そこにクミンの香りがね、こうアクセントに香るんです。いただきます。うん、まめちゃめちゃかぼちゃのね、とろける感じがご飯にまとわりつくですね。ご飯とかぼちゃだけだと、しかもバターも入れてると甘くなっちゃうんですよ。そこにエスニックなポンと立つクミンの香りがあることで全てがまとまる。完璧、完璧。うまっ、うまっ。これね、ご飯だけですっごい美味しいんですよ。だからもうこれだけでまず食べたくなっちゃう。なんか日本の炊き込みご飯で鶏肉入れたりとか、まあインドのビリヤニとかでも鶏肉入れたりとか、マトン入れたりとか、お肉入れてお肉の旨味で勝負する炊き込みご飯結構あると思うんですけど、これはね、かぼちゃだけが一番美味しい。かぼちゃと塩クミン、それが一番美味しいですね。これ単体で食べるのめちゃめちゃ美味しいんですけど、おすすめの食べ方はカレーじゃなければクリームシチューとか合わせるのいいんですけど、カレーともいいんですよ。ってことで、私カレー持ってきますね。カレー、カレー、作り置きカレー。いやー、インドカリー粉の冷蔵庫の中にはいつもね、作り置きカレーっていうのがあるんですね。今日はちょっとトマトベースのね、チキンカレーをね、あるんで、バターチキンカレーですね。まあ、バターチキンカレーの作り方もね、紹介してるんで、ぜひ作ってみてください。まあ、どんなカレーにも合います。どんなスパイスカレーにも合うんですけど、ちょっとかけていこうと思います。いただきます。うまー！かぼちゃご飯、うまー！皆さんの鉄板ご飯にしたい。もう、止まりません。うまー！うわー！今回はですね、めちゃめちゃ簡単に炊飯器一つで、かぼちゃ一つで作れるクミン香るかぼちゃご飯をご紹介しましたけど、これぜひ作ってみてください。そしていろんなカレーとか、まあ、お好きなね、ご飯におかずに合わせていただいてお楽しみいただけたらと思います。じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。またね。うまたにえん、これすごいわ。これなんか4年くらい前の自分のレシピなんですよね。やっぱレシピ起こししたレシピってうまいんだな。